エベレストはもうすでに登頂者がもう7000人いるんですけど、僕はまだ誰も見たことないエベレストを見てみたいなと。でそれが秋という、まあ、少し風が厳しい時期なんですけど、そこを一人で無酸素で登るっていう、あの冷たい空気と、もう宇宙のような星、苦しいかもしれないけど、もう最高の場所だと思いますね。2012年の秋のエベレストで、両手と両足と鼻が銃の凍傷になったんですね。で鼻と足は残ったんですけど、両手9本の指、第二関節から先失うってことになってから、もう山も引退かなという状態だったんですけど、その指を切断する前にですね、父に電話したんです。でその時に言われた一言が、おめでとうって言ってくれたんですよね。でも、なんでおめでとうなって聞いたら、一つは生きて帰ってきたおめでとうと、でもう一つ、お前はそういった苦しみを背負ってまた山へ向かうことができると、でそれは苦しいかもしれないけど素晴らしい体験なんだよって言ってくれたんです。だその言葉がなかったら、多分今の自分はどっかで厳しかったかもしれないかなと思うんですけど、でもやっぱり父の存在や、その支えてくれた人たちの存在があって、自分自身がチャレンジできてるってことはもう間違いないですね。僕の本当の夢は、ただエベレストを登ることじゃない。僕の本当の夢は、否定という壁、これを少しでもなくすことに、この山登りを通して役立つことができたらっていう。今もいろんな学校とか企業で、まあたくさん回るんですけど、講演の後に「将来何やりたいですか?」って「夢何ですか?」って聞くと、もうこういうことやりたいだ、こういう学校に行きたいって子どもいたんですけど、横で大人の人が「お前の成績じゃ無理だよ」って言ったんですよね。否定しちゃったんですよね。今この日本には、まあ、正直この否定という壁はいっぱいあるんですよね。だから僕の冒険の共有っていうのは何かというと、この否定っていう壁を、まあ、少しでもなくすマインドができたらなと思っていて、でも本当の僕の狙いっていうのは、やっぱ失敗と挫折の共有なんですね。僕の冒険の共有っていうのは、もう失敗も挫折も共有して、でクリキまだあいつやってるよとじゃあ自分も何かチャレンジしてみたいなとか、あいつあんなに苦しんででもやるんだったら、まだ僕もやってみようというふうに思ってもらったり、そういう人たちを少しでも増やしていきながら、みんなでこの否定という壁を越えることができたらなっていう。冒険の共有っていうのは、本当にその自分の見えない山を登ってる人たちのやっぱ支えになるっていうことですね。いらっしゃい。みんなありがとう。